妙行とは、律令制において、式部長が行った集裁に次ぐ、第二の管理東洋試験。妙行を見とも、律令制における、大学寮には参政が、若干いるのを例外とすれば、原則として、後世妙行堂と呼ばれた儒教を学ぶ学科のみが、存在した。初期においては、集裁及び、第三、第四の紳士、妙暴の受験資格を得るための方法が確立されて、 いなかったため、もっぱら妙業が主として行われていた。妙業は二強以上に通じたものを採用することになっており、形跡十条を試験して、九段階評価が行われ、最も優秀な上場台から第4番目の上中台までを九台とした。上場台は小八位下、上中台は十八条に除せられ、上下台と中上台は当初は、 式部流書扱いとされていたが、802年以後は、それぞれ、大祖以上、大祖以下に除されることとなった。なお、旧大によって除せられた者のうち、影暗い資格を有するか皇帝によって表彰された者は、影暗いか成績のうち上位の以下よりも一回上に除された。また、二教の他にも通じている教典を有する者は、 それに関する試験も受けて給大すれば一教ごとに一回引き上げられた。ありがとうございます。